ニーハイムは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区のヘクスター軍に属す市である。この町は、ハイルクリマーティシャークールオルトであり、おおむね田舎の構造を持つ、この地方の中心都市となっている。現在の地名、ニーハイムは、歴史的には、ニーヘム、ナヤム、ニムとも表記された。面積約80平方キロメートルのこの町には、 約6400人が住んでいる。ニーハイムはオストベストファーレン地方南部に位置する。ニーハイムはエッケ山地、トイトブルクの森南部自然公園の東端にあたる上部ベーザー高地に位置する。地域の半分は肥沃なオードのシュタインハイマー盆地に属す。この地域は古くから定住、開拓がなされていた。西部はエッケ山地の東の先山であり、 南部はネーテベルクラントである。山に囲まれた盆地は、現在も森に覆われている。ニーハイムの歴史的中核区は、北部の盆地と南部の山地の間に位置している。地域全体がベーザー川水系に属しており、最も重要な川は、ハーメルンの南でベーザー川に注ぐ、エンマー川である。地域の看板は、主に中世代、特に山上期及び、ジュラ期の粘土岩、ドロハイイは。 石灰岩、砂岩で構成されている。これらの堆積岩はおよそ1キロメートルから1 5トルの厚さに堆積している。これらは地質学的活動の過程で傾斜して経道地界山地となり割れたり突き出したりした。深い部分には古生代の硬い地層が存在している。盆地の地域ではこの硬い岩盤を表記の脆い石が覆っている。 中世代の石灰岩、砂岩、ドロハイヤは地下水の重要な水路を形成している。しかし地下水の一部は地中深くで石膏や岩塩を溶解させて塩分を多く含むこととなり飲料水には使えない。三畳紀やペルム期の地層からは部分的にミネラルウォーターが採取される。地域の北東部は 大部分は肥沃な赤色食土であり、主に濃厚に利用されている。残りの箇所は、スタグノゾルの土壌である。西部は急勾配の斜面に、オードの土地が開墾されている。幅広い谷には、シルトルオム質の川の堆積物である、グレーゾルや、褐色の貸し土が広がっており、牧草地に利用されている。ニーハイムの地熱分布図2007年夏。 ニーハイムイコールゾンマーの急斜面に位置するニーハイム粘土孔からほぼ完全に保存された主潮流の骨格が発掘された。頸椎の何本かと頭骨が不足しているだけだった。これはジュラキ前期の地層から発見された世界最初のほぼ完全な主潮流であった。前モンゼンによって発見されたこの骨格は LWL 自然科学博物館ミューンスターに収蔵され、 マンフレート、シュレッサーにより、標本化された。ニーハイムの地域は、地熱ゾンデによる地熱源や、ヒートポンプによる地熱採取については、ほとんどが良好な状態で、南西部では、極めて良好な状態にある。クライネ・ラントゲマインデに分類される、本市の面積は79.79 79平方キロメートルである。南北軸の最大長は、 1> 約1 1 6トル東西軸のそれは約1 3 5トルである。ニーハイムは東から時計回りに以下の市と境を接している。マリー・エン・ミュンスター、ブラーケル、バート・ドリーブルク、シュタインハイム及びシーダー・シュバーレンベルク。本市の基本条例3アブス1によれば、ニーハイム市は以下の10地区で構成される。これらは、 1970年の合併以前は、アムト・ニーハイムに属す自治体であった。上記の氷中の人口は、ニーハイム市が発表している2013年12月31日、現在の数値である。ニーハイムの気候は、中央ヨーロッパの海洋性気候から、大陸性気候への移行部に位置すること、及び、エッ山地沿いの位置にあることにより決定されている。この地域は、 主にアタイ西洋海洋性気候に属しているが、一時的に大陸の影響を受けることがある。冬は大西洋の影響でおおむね穏やかで、夏はしっかり暑く、降水は年間通じて比較的一様に降る。年間平均気温は約摂取8度である。降水量はエッゲ山地沿いの位置が決定的なファクターとなっている。年間降水量はすべての月で、 特に冬季には周平均を大きく上回る。年間降水量は場所により800ミリメートルから1000ミリメートルの間で変動する。風は主に南西から吹き、大西洋の湿気を運んでくる。この風が越化山地の風上側に大量の降水をもたらす。ニーハイムは1036年5月25日にブスドルフ文書に初めて記録されている。 パーダーボルン司教、マインベルクはこの年に4つの分農場と共に、ニーハイム荘園をパーダーボルンのブスドルフ修道参事会に譲渡した。現在のニーハイム市の地域は、それ以前にはすでに後のパーダーボルン司教領の地域に属していた。ケルン選定校の所領、ニーハイムは司教領内で固有のアムトを形成した。アムトの長官は判事を兼ねた。 ニーハイムサイバンクはオーバーアムとドリンゲンベルクの会期間であった。その後周辺の農民たちはシュタインハイム盆地の土地を離れてこの新しい都市に住んで都市農民となり、後にこの町はハンザ同盟にも加わった。パーダーボルン主教領は1802年にプロイセンによって占領されて独立性を失ったが、1807年にはベスト・ファーレン王国の一部となった。 1813年のナポレオン失脚後プロイセンに変換された。ニーハイムは1815年に創設されたベスト・ファーレーン州に組み込まれ、1816年に創設されたブラーケル軍に編入された。ブラーケル軍は同じ時期に創設され、東に隣接していたヘクスター軍と1832年に統合された。プロイセンの軍をアムトに分割する政策により、 ニーハイムはアムト・ニーハイムの主流となった。このアムトを形成していたマチ村が合併し、1970年1月1日に新たな都市としてのニーハイム市が成立した。第二次世界大戦の結果、ニーハイム市とアムトの周辺町村の人口は約2000人の難民や追放された人々で増加した。百五十六年、それまでニーハイムに本社を置いていた。 バルマー任意健康保険組合がブッパータールバルメンに移転した。これにより約600人がニーハイムから転居した。メルルスハイムやペムプゼンに近いビルスターベルクに1990年代までイギリス軍の弾薬保管庫があった。その後ここには全長約 4.2km の自動車テストコースであるオートテストセンタービルスター。 ベルクドライブリゾートが新設された。2012年夏にオープンした。ニーハイムは1994年、また1995年にハイルクリマティシャークールオルトの終士定を受けた。自由意思で締結された領域変更協定を背景とし、1969年12月2日のヘクスター軍の新設に関する法律に基づいて、それまでアムトニーハイムに属していた。 市町村のエントルプ、エルビッツェン、エーファーゼン、ヒンミヒハウゼン、ホルツハウゼン、メルルスハイム、エーンハウゼン、シェーネンベルク、ゾンマーゼルとニーハイム市は1970年1月1日に合併し、新たな都市ニーハイム市となった。アムトニーハイムは廃止された。旧ニーハイム市の権利を継承いたのは新設のニーハイム市であった。ニーハイムのカトリック教会級、 パーダーボルン市教領の他の市町村と同様に、ニーハイム住民の多くは、カトリック信者である。地域のカトリック教会組織は、ニーハイム聖ニコラウス教会、エーハーゼン聖アントニュースフォンパドゥア教会、ヒンミヒハウゼン聖アントニュースフォンパドゥアである。市教会として、ホルツハウゼン聖ヨハネス・バプティスト教会、エーハウゼン聖、コスマス及び聖ダミアン教会、 ゾンマーゼル・セーペテロ及びセーパウロ協会がある。これらの組織は一つの死牧連合を形成しており、パーダーボルン、広塚サ教区に属している。2006年6月30日までは、大司教死牧者管区ブラーケルシュタインハイム、首席司祭区に属した。2006年7月1日に死牧者管区が廃止され、主席主催区はより広い単一の広塚サ教区に統合された。 ニーハイムは新たに設立されたヘクスター首席主催区の一部となった。福音主義のキリスト教会としてはベスト・ファーレン福音主義教会パーダーボルン教会クライスに属すマリーイコールニーハイム福音主義教会がある。教会堂はニーハイムのネオゴシック様式の聖十字架教会である。エホバの承認は1975年から 王国ホールをバスサー通り11番地に解説している。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが、シュタインハイムの学生に対する所属宗教団体の調査である。この調査によれば、2006年、2007年の学期では、学生の20.2%が福音主義 70.、70.4%がカトリック、0.3%がイスラム教に所属した、6.2%が その他の宗教団体に所属し、無宗教は2.9%であった。以下の表に、各時点の地域における、ニーハイム市の人口を示す。1970年までの数値は、人口調査の結果であり、1975年からは、州統計局の公式な研究結果である。1975年、1980年、1985年の数値は推定値。 九百九十年以降の数値は九百八十七年の人口調査結果に基づく推定値である。各時点での地域における人口推移現在のニーハイム市の地域における人口推移一人口調査の結果ニーハイム市庁舎、ニーハイム市の市議会は二十四議席からなる。二千九年八月三十日の市長選挙でライナービダルガルシアは五十四点零パーセントの票を 得て当選した。彼の前任者であったヨハネス・クレディングは1999年と2004年の選挙で選ばれ市長を務めた。ニーハイム氏は1974年2月8日にデトモルト行政官区長官から文書によって紋章及びは他の使用権限を許可された。紋章デザイン赤字に金色の十字。先端はいずれも紋章の縁に接していない。 十字で仕切られた各領域に全部で四つの金色の玉。紋章の意味と歴史、十字及び赤と金の配色は、本市周辺地域が何世紀にもわたって所属していたパーダーボルン市教領の紋章に由来する。玉は本市及びその教区協会の守護聖人である聖ニコラウスを象徴している。現在わかっている最初の市の紋章は1591年のものである。 この紋章では十字は紋章の縁に接する現在のものとは異なった形をしている。この形の紋章は1908年7月18日にプロイセン号によって用いられている。死の旗タのデザイン、長辺と平行に生地と赤字に塗り分けられるが、向かって左から1、4はその色が逆転している。逆転した上部赤字部分に死の紋章が描かれている。 現在、ニーハイムに姉妹都市はないが、都市同盟の新犯ザ同盟に加盟している。ザック博物館ザック博物館は、ニーハイムの中心街にある、旧国持ち倉庫に入居している。2006年4月29日に開館したベストファーレン、クリナリウムは、3000平方メートルで、ベストファーレンの料理に関する4つの博物館からなる。すなわち、チーズ博物館。 ベストフェイリシャー神剣博物館、パン博物館、ビール及びシュナップス博物館である。ここではドイツ、ヨーロッパ及び世界の基本食品もテーマとして取り上げられている。居酒屋ではこの地域の郷土料理を試食することもできる。ニーハイム製十字架協会ニーハイムの象徴的建造物であるホルスター島は中核仕組並みの高台近くにあり、 700年に及ぶ歴史を忍ばせる。本史の見応えある歴史的建造物としては、1610年に建造されたベーザールネサンス様式のニーハイム市庁舎、1712年に建設された堂々とした木組建築であるラーツクルーク、1701年に建設された半時間がある。見事なレリーフで装飾されたライライバンや後期ゴシック様式の生態暗地等を有する。 カトリックの教区教会聖ニコラウス教会は、最も古い部分は13世紀に建設された建物である。福音主義のニーハイム聖十字架教会は1868年、1869年にネオゴシック様式で建設された。ベストファーレンでは、類例のないニコラウス・バッハは、ホルスターベルクの麓から輸出し、中世の同管システムを使って、 町の中心部にまで運ばれていた。エンハウゼン近郊のフィンシュテッテに、エンハウゼン郷土協会によって、プロイセン腕に通信の腕着信号書ナンバー32が、過去の通信技術の移行として復元された。希望により、専門的なガイドが行われる。保護文化財に指定されている、ホルツハウゼン地区の先例者西遊羽根協会も見応えがある。この地域の畑の外観で、 特徴的なのが、ニーハイマアフレヒトヘッケである。この池垣の約80%が一列に植えられた橋場みによって形成されている。それ以外では、サンザシや野原が見られる。池垣内の柳の若木は池垣を安定させるための支柱として用いられている。柳の若木の枝は網細工に利用される。入地区の他に馬も柳につながれ。 畑の中のスピノサスモモが食べられてしまうことを防いでいる。完成した池垣は高さ約1.5メートルで3方を囲んでいる。ニーハイムの学校センター近くにバートアムホルスターベルクがある。ここには86.66メートルの屋内プールと16.66、25メートルの屋外プールがある。サッカークラブ 1FC ニーハイムは1937年に 設立された。現在はいくつかのジュニアチーム、成人男子チーム、二つのシニアチームがある。第一シニアチームは、クライスリーが A で、第二シニアチームは、クライスリーが B でプレーしている。ヒンミヒハウゼン上ヒンミヒハウゼン上館庭園一般には立ち入ることができない、私有地で、広さは約1ヘクタールである。綺麗に植栽がなされた庭園は周回路で囲まれている。 特筆すべきは上巻付近の老木と小径脇に設けられたグロッテである。庭園の東部は放牧地として利用されている。グーツパルク、グートグレーベンブルク広さ約2.5ヘクタールの一般に立ち入りのできない私有地である。この公園は老木が見事に植えられている。石の木台を持つ植木鉢や噴水のある水盤はおそらく19世紀のものである。 グーツパルクホルツハウゼン広さ約3ヘクタールの私有地である。この庭園はイベントの際に立ち入ることができる。元の庭園施設から古木と洋壁、階段、水盤、素像が残されている。現在この庭園は芝生、草地の広場で一部に頭皮の林がある。メルルスハイム城館庭園広さ2ヘクタールの私有地で一般に立ち入ることはできない。 この庭園はもともとバロック庭園として造園されたが、現在は簡素化され、木が植えられている。2006年の第5回ドイツチーズ市ニーハイムでは、チーズの一種であるニーハイマーケーゼが作られている。ニーハイマーケーゼは、ポットチーズ工場やメンネ見学チーズ工場で、供される。ニーハイムは、ハイルクリマーティシャークアウォルトであり、田舎の構造を色濃く残した地域の健康の、 中心地となっている。1961年の農業従事者比率は51%であったが、1990年代半ばには10%強程度となった。この間に、多くの農民は内市街の狭い場所から、郊外の高地に移ったり、あるいは農業を放棄したりした。これに対して、工業の従事者比率は、第二次世界大戦以後大きく増加した。 特に内市街のすぐ東側に産業用地が設けられ、家具工場がここに進出したことによる。サービス業領域は数十年の間増加し続けており、製造業をしのいでいる。最大のサービス業者が老人ホーム付きの病院ザンクトニコラウス病院である。さらに魅力的な環境に取り巻かれた中世風の小都市という条件のもと、観光業も重要になっていった。 ニーハイムは、南北に走る、連邦道、B252 号線沿いにあり、連邦アウトバーン A2 号、ハノーファールール地方線から61キロメートル、A4、最寄りの駅は、ヘルホルト・ヒンミヒハウゼン線のザンデベック駅、ハノーファー・アルテンベー県線のシュタインハイム駅及び、アルテンベー県駅、アルテンベー県クライエン全線のブラーケル駅である。 市内では5本の自転車道と8本の遊歩道に標識が付けられ整備されている。校舎にはニーハイム芸術路や文化、森及び景観体験路が含まれる。ニーハイムは全長5 0 0トルの自転車道、ウェルネスルート沿いに位置している。最寄りの定期便が就航している交通空港は約5 2トル離れたパーダーボルン、リップシュタット空港である。 また、ハノーファー空港と約114キロメートル離れている。日刊誌としては、ノイエ・ウェスト・フェイリシェとベスト・ファー・レンブラッドが観光されている。これらは週6日、ローカルニュースを伝えている。漁師の一般記事は、ビーレフェルトの中央編集部から配信されている。さらに、パーダーボルン市教区とコルバイ地方では年に4回、パーダーボルン軍とヘクスター軍向けの地方誌。 文学、芸術を扱う雑誌、ディーバルテが刊行されている。シュタインハイムは、西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオのサービス提供地域である。シュタインハイムもこれに含まれるキューパーダーボルン、市協僚の地域では、1991年から地方ラジオ局のラジオ方ホシティフトがあり、地域のテーマを扱っており、全国放送に比べ、多くのリスナーを獲得している。 医師、詩人で、政治家でもあったフリードリ・ヒビル・ヘルム・ベーバーの旧宅、ベーバーハウスには、州内で有名なコルピング教区研修所や、郷土市民大学が入居していた。この施設は2011年9月30日に、閉鎖された。ニーハイムイコール・ヒン・ミヒハウゼンにある女、ドイチェ・ユーゲント・イン・オイ・ローパのヒン・ミヒハウゼン、全ドイツ研修所では、 様々なターゲットグループに対するセミナーが行われている。ニーハイムにはカトリックの公共図書館がある。この図書館は市中各部カトリック教育のビカーリー内にある。市内には基礎家庭学校1校、ペーターヒレにちなんだ公明の実家学校1校、知的障害を重点とする養護学校1校、本家庭学校1校がある。本家庭学校は2012 13の学期から入学者を入れず廃校となる。養護学校はエイバーゼン地区にある。2013年末現在、本市の学校には82人の教員と975人の児童、生徒がいた。基礎家庭学校に232人、本家庭学校に170人、実家学校に496人、養護学校に77人である。また、 ニーハイムには幼稚園が4園ある。この町の出身者には、教会関連では、国際的知名度を得ている、宗教家で3代の教皇に仕え、最盛期には、教皇の外交官となった、ディーターホ・ニーハイム。その数百年後にニーハイム近郊のグート、エクステルンブロックで生まれた、イエズス会の司祭で、宗教哲学者、瞑想指導者であり、 広島の世界平和記念制度を建設したフーゴラッサールがいる。フーゴラッサールのライフワークは、キリスト教により深く帰依するための方法として、日本の禅の実践を取り入れることであった。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。